ケイ、ありがとうございます。こんばんは。今日もやりきりました。イエーイどうだったんかな。なんか自分ではなんかね、わかんないじゃないですか、どんなパフォーマンスしてたか。 DMM で12時になったら見るんですけどまたアイス食べんの？もう食べないです。そんな食べてたらもうやばい。今日も絶好調な感じでした。ほんま？絶好調な感じ出してました？めちゃめちゃ、もう夜もめちゃめちゃ体力あった楽しかったです、どっちも。昼も夜も。久々にお話し会とってもいいですか？もちろんですよ、来てください。約束待ってます。研究熱心、さすがやね。いやー、なんかなんやろ、研究生の時になんか自分のなんやろ、まあ、武器じゃないですけどを見つけたくて、なんかダンスやったらダンス上手な先輩方っていっぱいいるじゃないですか。で、自分は別にダンス習ってたわけでもないし、なんか当時ほんまに今なんかこうなんやろ、形にはなってるけど、最初の方マジでなんかもうダンス踊れへん、なんか変だったんですよなんかバレエの癖抜けてないみたいな。だからなんかダンスだけじゃなくて、どこかなんか武器作りたいなって思った時に、なんか表情だと思って、そう、なんかそれ以来すごい研究しちゃいますね。まだまだ、でも最近はだいぶなんか自分の思ってるようななんか表現をできるようになってて、なんか今日とかも結構なんか昼公演終わった後に、はるか推しじゃない方とかがツイートしてくださってて、表情が良かったとかすごいって言ってくださってる方を見てめっちゃ嬉しかったです。ルンルンで夜公演出ましたそうクラシックバレエとはやっぱり全然違うんですか？全然違います。もうリズムの取り方から全然違うし、なんかダンスは猫背とかもあのものによってはあるんですけど、動きによってはバレエは一切猫背したらあかんから、なんかそれが変に出てしまってて、ダンスちょっと全然踊れてなかったです。はるちゃんのマリア好きね。えマリア好きって言ってくださる方多くて嬉しいです。はるかも好き、マリア。ああいう曲調めっちゃ好きなんで、ちょっとなんか暗い系というかめっちゃ好きです。みんな表情の虜になっちゃうよね。そうやったら嬉しい。もっと頑張ります。でも特にあの最近レオパの大阪魂公演に入ってくださってた方で、空砲今日久々に入ってくださった方とか思うと思うけど、全然違うじゃないですか、公演自体が。だからなんかレオパの時とは違う自分になれてすっごい楽しいです、空砲公演。なんか笑顔多め一言で言うと、なんか確かに全然違う。違うよな、ほんまにびっくりするぐらい違う。自分でもなんかこんなに変われるんだって思う。楽しいです。みっちゃんも表情見て、嬉しい。今日もお揃いやったね、アンジービー、はるかが前着てたやつ今日の空砲公演見たかった。あー見てほしかったまた来てください、ぜひ。いっぱい目があったよ。いやほんまにみんなね、あれなんよ、はるかが上市も反対の方向行っても見てますよって言ったら、ちゃんと見てくださってる方多くて、どこに行ってもなんか視線をくれるというか目があって、すごい楽しいし嬉しかった。
アーカイブチェックしないと。それな、気になる、見たい。はるちゃん2人おるおるかも、曲によって変わっとるかもツインテール、そう、髪型、公演の髪型は普通にここを2つ団子にしててんけど、ちょっとさすがにそれでは帰れへんなと思ってなんかね、ハロウィンパーティー、季節外れのハロウィンパーティーみたいになっちゃうからちょっとツインやったら まだマシかなと思って、ちょっとツインに変えていただいた。ストレート、メリハリをつけるの大変じゃない？楽しいです。なんかそれでもっとなんかすごって思ってもらえるパフォーマンスがしたいって思う。めちゃめちゃメリハリつけるの好き。お話し会楽しそう、ぜひ来てください、待ってます。まだラジオ収録あるの？あ、ラジオ収録は終わりました。昼公演前にそうメイクの合間を縫ってあったんよ。終わりました、乗り切った夜の髪型も好きです。本当？どっちが好きですか、みんな。今日は高め、昼が高めのツインテールで、夜はここに2つチャイナ風団子みたいなやったんよ。はるちゃんが踊っとる時の表情めちゃくちゃ変わるの好き。嬉しい、もっと研究します。お昼、おお、高めが好き。ああ、そうなんや、やっぱり昼の髪型最高やった。ほんま？なんか自分ではどうなんやろって思ってたから、あー、本当よかったよかった、そう言ってもらえると。どっちもよくて選べない、優しい、どっちも好き高めツインありなんや自分ではあんまりなんか、うん、いいんかなこれはって思いながらやってたから。じゃあまたしますね。なんかでもメイクさんにもなんか犬みたいだねって言われた高めツインしてもらって、あ、犬感マシマシで好きですって書いてくれてるね。犬になっちゃいますね、犬になっちゃいますねっておかしいけどそう、低めは少ない、まあ、低めは低めツインだったら好きなのかな。団子だとちょっとまた違うんかもしれないウサシに似たのかなえ、ウサシがハルカに似てるんじゃなくてハルカが似てる今日はウサシになりました。じゃあ昼公演はハーフアップもまた見たい。もうハーフアップはもうあのデコ出しやけど、もうあのレオパではもういい、もうええてっていうぐらいするんで、まあ、もうあと何回かしかないけど、もうレオパでね結構ずっとやってるからね、ハーフアップは。空砲であれやると多分ちょっと浮いちゃうんですよね、強くなりすぎちゃう。そうだからなんか空砲はちょっとなんか女の子らしいじゃないけど、アイドルらしいちょっとふわふわ系を目指してます。そう、三つ編みみたい。三つ編みな一回やったんですよ、空砲公演で。ほんならめっちゃ衣装に引っかかっちゃってちょっとやめた。一回だけやりました、インスタにね載せた。めっちゃ衣装に引っかかったんよ、アンコールで。でめっちゃボサボサになっちゃって、ちょっとそれ以来はるかには向いてないのかもと思ってやってないです。でも全然好きやった、三つ編み、編み込みなんかな、あれは。やったんですよね。レオパージュは美し、告白のクワフワフワ。そう、なんかもうレオパはもう強さ、強い、強さみたいなひょうみたいな感じやけど、クワはもうアイドル。だって鈴懸なんちゃらからさ、もうなんかもうアイドルじゃないですか、1曲目から。
逆に俺らとはでもなんかもう見ろみたいな見とけみたいなもう強さじゃないですか。だからもうそれにちょっと合わせたいなって思ってる。髪型によって衣装との相性があるのそうなんよ。なんかねアンコールの衣装が後ろにチャックがあってそこのチャックにねめちゃめちゃ引っかかっちゃってん。そう、ピンク色の世界のはるちゃんの歌声好きなんで、嬉しい。ピンク色はねセンターさせていただいててね。でもなんか緊張します。なんか大阪魂でセンターさせていただいてるけどなんか違うんですよね。なんなんやろ、緊張する。いまだにピンク色は緊張します。なんか前に誰もいないのちょっと怖いまだ何回も出させてもらってるはずなのにまだダメです。遅刻したら空放声もなくなるのかな。ね、どうなんやろ。全然はるかたちも聞いてなくて分からんのですよ。寂しい全然折り面ではないんですけどいっぱい出させてもらってるから、ね、なんか瀬戸里めっちゃ好きなんですよね。だから寂しい終わるってなったらはるちゃんのニヤッとするのが好きかっこいい系のね曲とかよくしますね。マリアとか、マリアは3サビラスサビはなんか自信持ってる感でやっててそこで多分やってますね。ニヤッとしてますニヤッとしてますとかし、マリアは最近はあれですね、1番はなんやろ、1番と2番がちょっと似てる感じにしてるな表情。1番と2番、2番は特になんか歌詞で分かりやすいようになんかなんていうんやろ、弱い自分が誘惑の森で迷わぬようにみたいな歌詞やからなんかちょっとこう弱さじゃないけど表情で、踊りは強いけど表情でちょっとなんか弱い感じを出して、ラスサビはなんかちょっともう自信満々な感じでやってます1サビはでも訴えてるかな。なんかでもそれもマリアもなんかあれなんよね、どっちにも捉えられるんよね。自分のことを歌っているのか相手になんか捧げてるのかどっちにも感じれるなって思って日によって変えてるかも。それはこんばんは、初コメです。今更だけどキャプテン就任おめでとう。ちゃんこさんありがとうございます。嬉しい、初コメなのにそんな書いてくださって嬉しいです。ありがとう。しっかり歌詞観察してるの、考察してるのかそう、結構歌詞はめちゃめちゃ読んだりとかする。やっぱ歌詞の意味を理解しとかないと、まあ、最初にそう言ってもらったんですけど、ダンスの先生にね、ちゃんと意味理解してパフォーマンスしろって言われたのが、まあ、最初なんやけど、やっぱ大事です。それによって違うし個性も出せるし日によって違うようなのもできるし、やっぱ何度でもね見たいって思ってもらえるようなパフォーマンスしたいですね。ツインめちゃかわいい、やったー、ありがとう、うん、マイティとお出かけしたから息が合ってた。パフォーマンスはまあ正直なんか自分のことに必死というかもう全力を捧げてるから正直わかんないんですけど、でも何やろ、今日楽屋とかいる時とかは結構前より喋って、そう、でもアンジュちゃんともいっぱい喋りました。なぎチャンネルで、あー見た、嘘天とかね、めっちゃわかると思いながら見てました。
いつか出てみたい。そう、ほんまにもうパフォーマンスは表情で見せれるぐらいになりたいですね。まあダンスももちろんやけど、ダンスももちろんなんやろね、うまい先輩方に近づけるようには頑張ってるけど、特にレオパでユーミさんと一緒に踊らせていただいてて、まあ、新面になることも多いから、なんかこう負けてられないっていう、なんか先輩だけどユーミさんに食らいついていくぞっていう気持ちでダンスもやってるけど、やっぱ表情でもうなんか唯一無二のパフォーマンスがしたいですね。着替えも琴ちゃんの影響で早くなりそうかな。いや、着替えはならない。寒いんですよ、めっちゃめちゃめちゃ寒いの。もうね、衣装着替えたくないって思っちゃうレベルで寒くて、今日とかも全然早くなられへんかった。今日もめっちゃ10分前とかに着替えた。寒いんよ、めっちゃ楽屋めちゃめちゃ寒いんですよ。まあ、その分ね、あの汗かかないんやけど暑くないからあれなんだけど、そんなギリギリ、結構ギリギリかも。衣装が最後、ツインってさめっちゃ急な話ツインってさ、ここにさちょっとなんかアレンジあるだけで全然違いますよね。可愛くなる、嬉しい。自分では絶対できひんから、こういう時に楽しんでますファーストラビットの時かんだファーストラビットの時のハルちゃん可愛すぎて、やったー、嬉しい。ウサギになってます、あれは。もう今日はもはやなんか犬の耳昼は犬の耳で、なんか夜はちょっとよくわからん、なんかこの辺に耳ついてて、なんかウサギに慣れてたかな、ちゃんと編み込み本とか。え、可愛いよな。確かこの間、前回の空砲公演は低めツインで出たんですよ。こんな感じの、めっちゃお気に入りやった。アレンジあるの可愛い。可愛いよな、やっぱちょっとでも違いますよね。はるちゃんのうさぎさん優勝、やったー、嬉しい。れいこちゃんはレオパージュで、はるん、ゆうみさんとはるちゃんに負けないように頑張ってる。嬉しい。でもなんかずっとレオパの3番手、まあ、自分が3番手ポジションをウィンクでれいちゃんやってるからやと思うねんけど、なんかずっとレオパのなんかフロントに立ってみたかったって言ってくれて、なんかすごい勉強できるとかも言ってくれて、もう全然はるかもすごいれいちゃんに助けられてる部分いっぱいあるし、あれなんですよ、なんかな、努力のしずくの時に、あの最初 A メロで君が未だに残酷で苦しんでいるならのとこで、なんかこうちょっとメンバーと触れるんですよ、なんかどっかしら手だったり肩だったり、なんか一つの塊になってるんですけど、その時にあの1番手と3番手は手をこう乗せるんですけど、あのれいちゃんははるかの手を握ってくれるんですよちゃんとギュッて、なんか乗せるだけの方が多いんですけど、多分他のグループとかもねんけど、れいちゃんはギュッて握ってくれるから、はるかもギュッて握り返してもらって実はあの一瞬でそんなことをしていましたそう、なんかそれでなんか気合入るというか、れいちゃんがいてくれてるっていうのもすごい感じてて、めちゃめちゃありがたい俺も握りたい握りたいですね、握手したい。そのエピソード回復、そう
なんかれいちゃんと隣の時とかもすごいなんか笑わせてくれます、いっぱい。そう、なんかね、最初は正直なんかなんやろ、まあ、れいちゃんが出てくれるってなった時に3番手ですごい寂しさの方が大きくて、はるか的にはやっぱりね、なんか同期やったから寂しさが大きくて大丈夫かなって心配とか不安もあったんやけど、なんかれいちゃんがそうやって大丈夫やでみたいな、なんか言葉では言わんけど、なんかそういうのでこうやってくれるのがすごいありがたかった。今でもやってくれますけどそんなれいちゃんとチームが離れて悲しいです。寂しい。そう、それぐらい大好きな先輩です。ちなみにこの間タリーズのほうじ茶リスタ怒ってくれましたもうほんまにね、めっちゃ優しい配線なんですよね、ほんと。だからはるかも後輩ちゃんに、ななきちゃんにそんななんかね、そう思ってもらえるような人になりたいなって思いました今日飲みました。おー見た、ツイートしてくれてたね、夜公演前に見た。そう、本当にもう優しいお姉ちゃんですね、はるかからしたら。もう先輩とかじゃないかも、もうお姉ちゃんの息大好き。お、ちょっとじゃあそろそろ終わりますね。突然で申し訳ないですけどれいこちゃんのエピソードで突然で申し訳ないんですけどちょっとそうそう時間が来たということで、ランキングを読ませてもらいます。いきます。13位ゆりりん、ありがとうございます。12位やぶちゃん、ありがとうございます。11位たつおじさん、ありがとうございます。10位はっしーさん、ありがとうございます。9位ゆうさん、ありがとうございます。8位しょうちゃんだわんさん、ありがとうございます。7位中小原さん、ありがとうございます。6位ひろぞうさん、ありがとうございます。5位ひでさん、ありがとうございます。4位いぐっちさん、ありがとうございます。3位とくちゃん、ありがとうございます。2位モンブラン、ありがとうございます。そして1位がゆうかさんです、ありがとうございます。お昼もね、見に来てくださってた方もいっぱいいて、公演も見に来てくださってた方もいっぱいいて、本当に嬉しいです、ありがとうございます。またちょっとお家でゆっくりショールームできる時もまた来てください。今日は本当にありがとうございました。ちょっと急いでブログ書いて書きますそれでは本当にありがとうございました。あ、明日のナンバトルの配信見てください。はいはるかも何があるか分からんけど全然お願いします。それではおやすみなさーい。